どうも、ケイさんです。ケイちゃんです。ということで今日はイエイ今日はですね、この陸上マガジンのすごいですね、記録集ですね。これサニーブラウンの写真集ですか？写真集あるんですよ、サニーブラウン。あ、そう、本当にあるんだ。ないです。ケンちゃんのそのボケにいつもね、ツッコミは分かんないです。ひなぱんすごいと思います、本当に。いや、もう長いですから、でね、これあれなんです、あの、知ってる人いるかは分かんないですけど、いろんな競技のランキングが出てて、はい、まあ、1年前のですね、だから今回という2020年のランキング。なるほど。これは去年の。はい。なんで、2019年のランキングが出てます。はい。で100m の年齢別ランキングっていうのが出てるんですよね。はい、で、2019年は、はい、ケンちゃんも私ももちろん乗ってるんですけど、はい、2人とも10位だった。ケンちゃんが初めて10秒で出した。なんとも言えない順位。どうなんだろう、はい、去年どうだったかっていうのを、はい、あ、ちょっと気になりますね。気になるんで、はい、ちょっとあんまり細かいこと言うとこの本買えなくなっちゃうんで。なるほど。あの、まあ自分たちぐらいいいかなみたいな、はい、うん、まずじゃあケンちゃんから見ましょうか。じゃん。ケンちゃんは30歳ですね。30歳でおいとかなり上位になんと去年10秒93、はい、4位でございます。やばいっすね。これあるじゃん、30歳だけでインターハイやったら全国大会やったらもう決勝行ってますから、ね、そういうことですね、はい、うん、ギリ優勝しないで、もう少しで銅メダルみたいな。はい、え、これあれ、あ、まあ、知ってる方いますか？いや、まあ、いいっすね。なんか、そう、去年あれ、おじさんでも10秒81出してるじゃないですか、2.5m で。あれがもし公認だったら、そうっすね、2位だった。もう少し行けましたね。だから、悔しい。ちなみに、29歳の1位は飯塚さん。10秒1、3。本当、かわいそうな年代ですよね、ここはね。まあ、絶対1位になれないっていう。うん、もうその近辺で言うと32歳の草野さんがダントツで1位なんですけど、そうっすよね、10秒2台で、まあそうっすね。あと34歳で言うと藤光さんが1位ですね、ダントツで。うわ、ところどころ外れ年代がありますね、これはね。まあそれ1位はなんか難しいんですけど、ある意味やっぱすごいですね。で10秒台は36歳が、あ、39歳の末次さんがいましたね。それは今、レツグさん去年出てるんですよね、3月ですけど。何秒？ 10秒9。ああ、早いな。うん、で36歳にも10秒台の方がいらっしゃって、はい、まあ、この方はあのクラブ、小学生クラブをやってる、なるほど、イダテンクラブってやってるですね、コーチャーさんなんですけど、面識私もあって、はい、早いんですよ、めちゃくちゃ。じゃこれ上位の人に全員 DM 送ってコラボしてください、コラボしてくださいってやれば迷惑や。雑誌そんな風に使っちゃいけません。京子さんもいますね、37歳1位ですね。あー、うん、すげえ。関西京都行ったらいいかな、はい、あ、これ面白いですね。結構陸上で記録見てるだけでも楽しいですもんね。そうなんですよ。で、私が41歳かな、去年ね、が、あ、42歳でした。42歳で4位。すごいですね。ということで、まあ、10秒68で4位ということで、ケンちゃんも私も今年10位、去年4位と飛躍一致してる。え、ちなみにシダボーイはどうですか？シダボーイはですね、でこれからどう、去年ってあの大会がほとんどコロナでなかったじゃないですか、はいはい、で出場しなかった方も多いし、はい、コンディションとかも合わせが大変だったと思うんで、はい、100位、去年のこっちよりも少ないんですよね、出てる人が。あ、何位まで乗ってるんですか？これ一応100位まで乗ってるんですけど、100人に達してない年齢とか結構あって。ああ、そういうことか、うん、ただ100人までいないんで乗ってるっていう。 あ、そういうことですか、うん、結構まあまあじゃないですか。あ、68。あ、まあすごいですね、うん、ランクインしてますもんね。ランクインしてます、まあ、感想すればランクインしてます。68位ですか？はい、 いや、だから全国で68番目に入っていったら、そうですね、だ実際都道府県で終わったら1位か2位みたいなことですからね。まあそうですね、すごいですよ、彼は。30歳でね、はい、はい、で、そんな感じです。あとメンバー、あ、大川さんとか何位ぐらいなんですか？乗ってます？3位です、うん、あ、一緒に駒沢で走った時ですね、多分ね。そうですね、はい、大川さんでもエドリフとかでスタブロフ飛ばして10秒走ったら走ってる。そうですね、なだからあんまり大会がなかったんで、はい、今回のこちらはあんまり、そうそう、出てる人も少なかったり、ベストタイムに遠い人が多いんですけど、余裕レブいますよ、うん、乗ってますね、パラチン。いや、結構乗ってる人は、はい、あのケツの人とかももちろん乗ってるし、はい、まあ、ほぼ全員。へ、ちなみにザワチンはさすがにきついのかな。
ギリギリ乗るか乗らないか。やっとますよ。下が。あ、あったあったあった。27歳。62。白鳩同じですね。うん、まあ、大体同じようなもんですよ。じゃあ、若さのアドバンテージ取ってるだけでしかないですね。そうですね、はい。もっと上の方ももちろんいるんですけど、40歳以上で11秒台って何人ぐらいだと思うんですよ。ああ、なるほど、クイズですか。うん、何人ぐらい、うん、え、どこなんだろう。まあ、10秒台は40歳以上はいないんですよね。みなくしさんが10秒09で。どこなんだろう。でも一つの年代8人ぐらいいそうですけどね。40代だったら。そうですね。うん、結構なんか周りいますもん。100人ぐらいいますね。ね、うん、でまあ、50歳になると11秒台って本当に少なくて、全部で多分6、7人ぐらいしかいないですね。あの、まあ、N 森さんとか、はい、M 元さんとかね。すごい、アルファベットにする必要ありますね。分かんないけど、一応ね、あの、よく私の知り合いの方はもう1位とかですからね。うわ、本当だ、うん、1位の2位の、あと世界チャンピオン宮本さんは1位で、ね、7位ですか。すごい、やっぱりそういう方と一緒にね、練習とか知り合いになると思うと、すごい、すごいだ。11秒台って陸上部、もう学校にやったら陸上部のエースですからね。そうですよね。僕11秒台でエースでしたからね、学校の頃。それが50歳以上で出してるっていう。そうですよ、それもすごい、ね、ちょっと心折れますね。高校の陸上部行って50歳にねじ伏せられるっていう。なんで、そうです、まだね、中高生の人諦めないでください。50歳で11秒台出してる人いっぱいいますから、はい、そうですよ。しかもこのさっき言ったあの七森さんとか森本さんは陸上部じゃないですよね。あ、野球、野球とかバスケとかなんですよ。宮本さんもテニス部なんですけどね。すごいな、すごい超人が集まってますんで。いや、マスターズ本当年々レベル上がってますもんね、うん、やっぱそれも技術革新、ハラケンがあるからですか。ハラケンあるのもあると思います。よく言われます。嬉しいですね。わかんないけど。そういうことにしておきましょう。はい、で、あの、本当はワールドマスターズ今年、はい、あ、そうですね、はいはい、佐藤さんと阿部さん、はい、チームメンバーですね。そうそう、チームメンバー、はい、2人とも1位の。マジっすか。佐藤正史さん47歳1位、阿部さんも40歳で1位の。11秒2早いっすね。、まあ、我々が4位4位で喜んでるんですけど、2人は1位です。いや、足引っ張っちゃった。逆にそういうことでした。なんでまた来年伸びちゃいましたけど、それもね、頑張っていきたいと思います。そうですね、はい、あの、福澤さんチーム、世界記録チームを打ち破れるかっていうところですね。同じ部門ですよね。同じ部門ですね。でも、はい、また1年生きちゃうとあっちが年齢上がっちゃうんで、クラス変わっちゃうんで、ちょっと来年頑張って開催してほしいです。そうですね、みんな自粛してくださいっていうことですか。心の動画で伝えたいことは。いや、来年はやってほしいですね。そうですね、はい。じゃあぜひ皆さんこちら自分のランキング気になる方は見てください。はい、以上です。はい、はい、バイバイ。バイバイ。